どうもー、ガラマシャマさん、よろしくお願いします。はい、ということで、頑張っていきましょう。一日一日で大目指せエフェクス。ようやくタイトルを言い慣れてきました。あと、ようやくタイトルを噛まずに言えるようになってきました。はい、やっていきたいと思います。そして今日はレースですね。なんとレース、ブラッドハウンド取られたということでね、レースになっている。このまま強い。レースは強いぞということでね、レース強いぞおじさんになりながらね、はい、やっていきたいと思います。ここでね、レースのこの強さをね、見せつけてね、ガラマシさんかっこいいよーっていうところをね、見せていきたいと思います。はい、ということで、ね、着地に失敗していく。着地に失敗していく。これはね、お茶目なところもあるんだねっていうところで、ね、ですね、はい、やっていきたいと思います。はい、そしてね、モザンビークとロングボーというね、まさかの展開、まさかの展開。ただこういうところでも落ち着いて行動していくのがダイヤランク、ダイヤランクですよ。もう私はゴールドじゃないというところにね、すがりついて生きている、すがりついている悲しきモンスターですね。はい、ということでやっていきたいと思います。ガラムシと申します、よろしくお願いします。はい、ということでボールとロングボーになりましたね。はい、これはまあいい構成と言えるでしょう。いい構成だということで、自分に言い聞かせている。ただただ武器がないのを自分に言い聞かせている。はい、ということでね、まあウィングマンよりもロングボーマシでしょというね、はい、やっていきたいと思います。何を言ってるか分かりません。はい、やっていきたいと思います。ガラムシと申します、よろしくお願いします。はい、ということで声をお聞きしていきましょう。声を聞き、うるせえよということになるかもしれないですけど、まあその大は小を兼ねるというところでね、やっていく。これはなんか敵がいたようですね。敵がいたようだ。これはまずいぞ。ガラムシ選手スキャンされてしまった。ガラムシ選手、上になんかいるなというところですね。これ投げた方が早いでしょうというところをね、瞬時に判断していくんですけれどもね、ここはコケ使っていきましょう。ここは使って味方の方に逃げていきましょう。味方がどこにいる？味方は、これ味方のブラッドハウンドだ。これ、ベアのところです。そして回復がないという、なんていうところでしょう。回復がないということでしょうね。回復、ただ、滑球を取ってもらってありがたい。ありがとうございます。ガラムシと申します。よろしくお願いします。はい、ということでね、ピコピコ見るもね、内容は変わりませんよということでね。はい、ちゃんとね、もうここは仕方ないので、この白シールドを使っていきましょうね。味方をカバーするのが最優先ということでね、やっていきたいと思います。ガラムシと申します。そしてなんか敵がいますね、っていうところでね。はい、これ、打っていくが当たらない。これがロングボーだ。これはロングボーなんだ。ガラマシ選手、そして味方ダウンだが敵は当たったぞ。なんと2人いる。この状況はまずいぞっていうところで、なんとこのね、グレだけは投げていくよってことでね、ナイスというか、これ自分で死んでましたね。これ、ありました。